ピカです。はい。今回はですね、先ほど終わりました。明治安田生命 J1 リーグ第6節。川崎フロンターレ対浦和レッズの試合を見て、振り返っていきたいと思います。はい。ということで、5-0という試合結果で終わりました。はい。まあね、まず、この試合、まあでも前半は、浦和の出足も早くで、川崎もやっぱ前節の影響はあったのかなっていうぐらい、ちょっと判断もパススピードも全て遅かったかなと思います、ただよく後ろがゼロで抑えてて、なんかふわふわした状態で川崎も戦ってて、点が入る雰囲気あんましなかったですよね。で、それに加えて攻守の切り替えも早くなく、球際もあんま強くなかったので、結構裏につながれて、展開されるっていう場面多かったんですけど、今日はというかこの試合はやっぱシミッチがすごく良かったですね。シミッチ良かったです。やっぱ守備もね、やっぱかなり今までのイメージ、まあ僕のイメージですけど、そんな守備強くいってなかったイメージとか、遅れていくイメージだったんですけど、この試合は読みもすごく良かったし、で球際もかなり強くいって、結構ボール刈り取ったりもしてたし、で相手の決定的な場面もね、やっぱ前半と後半1回ずつありましたけど、それもシミッチが触ってコーナーに逃げれて失点免れたっていうシーンもあったし、なんか、すごく守備でも効いてて、で攻撃でも、今まで結構横パスのイメージだったんですけど、今日はやっぱ縦パスすごく入れてて、で3点目の旗手選手のゴールも、あのスルーパス出せるんなら本当もう文句言えないぐらい、まああれが多分清水選手の真骨頂なんでしょうけど、今までがやっぱ出せてなかったのかなと思いますね。でテンポもうまく後半、前半あんま作れなかったんですけど、後半はすごくテンポも作ってくれて、で前の選手が伸び伸びとプレーできたかなと思います。でやっぱね、前半悪かったのはやっぱ距離感ですね。距離感、まあ多分運動量もあまりなく、結構やっぱ一人追いかけてもそれ連携して追えなかったりとか、だから相手もあんまり制限かけられずにうまく逃げ切れて、パス交換で抜けられた、かいくぐられるっていうシーン多くて、ただ後半はやっぱね、やっぱり今年の良かった川崎の守備が戻ってきて、すごくハイプレスでしっかりと連動して裏に自由にボールを持たせない、余裕を持たせないっていうプレーがすごく出てたかなと思います、なので、5-0、もう後半の頭でもう一気に3点取っちゃったんで、それでも試合決まっちゃったんですけど、ただ、後半の戦いは川崎らしくて良かったんじゃないかなと思います。はい。もう何よりもやっぱ前半の1点目ですね。あの1点が入ってるか入ってないかだいぶ違ったかなと思います、それぐらい前半の戦い方はあまり良くなかったので、あのゴールシーンぐらいじゃないですか。ボールをしっかりと取って、そのまま攻撃にスピード感あってつなげられたのは多分それぐらいだと思うので、あの1点がすごく勝敗を分けたかなと思います。はい。で個人個人見ていくと、ダミアンはもう言わずもがな素晴らしい J1
時間作れるし、うん、なので、まあ、ゴールもね、もうあれはもう圧巻っす、圧巻のゴールでしたけど、なのである意味なんかダミアンと小林優は併用の方がいいのかなっていうのは思いましたね、この試合見て。やっぱ小林が真ん中で体張るプレーというのは正直もう今の状況だと厳しいイメージは僕は持ってるので、もしかしたら今回のような中央ダミアンで右に小林っていうのは結構いいオプションだなと思いました。まあ、相手もやっぱり、ね、サイドから中央に入ってくる小林を捕まえるのって結構難しいと思うので、まあもともと右ウィングはね、大久保いた時、大久保選手いた時やってましたし、やっぱ慣れてるポジションではあるので、まあダミアンが いる中、まあ代わりとしては知念が今日この試合も出ましたけど、まあ知念がもうちょい収められるようになれば、うん、うまく回していけるんじゃないかなと思います。はい。で長谷川選手もやっぱね、押し込めたりとか自分たちが主導権を持った中での戦いだとかなり、うん、相手としては嫌な選手、やっぱ三笘と違うのはやっぱり左足でもクロスを上げられたりとかできるので、そこはやっぱ三笘と違うところかなと思います。はい、抜き切らずにクロス上げられる、しかもクロスの精度かなり高いのでね、うん、すごく、まあ小林の2点目、川崎の4点目かな、4点目のゴールも長谷川からのクロスをダミアンが折り返して小林だったので、ああいう形は作りやすいんじゃないかなと思います。はい。でも何よりもなんでね、ターンオーバーしないのかっていうぐらい、山根、田中碧、旗手、ここの3人はもうほんとちょっとすごすぎますね。いやー、すごい。まあ田中碧はね、割と早い時間帯に交代しましたけど、山根と旗手はやっぱフル出場でしたし、いやあの2人両サイドバック、まあ、特に旗手はちょっと後半終わりくらいカウンターの時にもう左サイドバックから一気にもう裏に抜けようとしてましたよね。あれもうちょっとあれも笑っちゃいましたね、あのシーン見た時。誰よりも点欲しいんじゃないこの人っていうぐらい1点取ったのに、あの1点も、まあ、シミッチの縦パス素晴らしかったですし、旗手の動き出しとフィニッシュも素晴らしかったので、うん、まあ、この試合はもう特に後半はもう文句ないぐらいの試合内容だったと思います。はい、すごく満足感のある、特に45分でしたね、後半の。前半の入りは、まあ、おそらく鬼木監督ハーフタイムに多分雷落としたかもしれないですね。動きが明らかに変わったので後半なので、まあまあ普通に 5-0 ですし何の不満もない試合でした。はい、みんなパフォーマンス良かったですね、うん、出た選手全員良かったと思います。はい。でそうですね、あそうだ、代表発表されましたね。はい、フル代表、まず初代表入りの山根選手、よかった、素晴らしい。いやもう今日この試合も見た通りもスーパーです。1点目のアシストなんてもう素晴らしかった。よくあの体勢から あのねアシストできるなっていうのはすごく感じました。はい。でフル代表でいうと川崎関連だと森田選手、まあもうこれはもう言わずもがな、サンタクララでも出てますし、うん、ものすごい楽しみだなと思いました。はい、すごく見たいです。はい。で次はオリンピック代表は、田中碧選手。はい、まあ田中碧選手はもう常連ですから、まあ旗手選手も三笘選手も常連ですけども、はい、田中碧選手がチームの柱として戦ってくれると思います。はい。そして三笘選手はもう結果
果を出してほしい。アルゼンチン強豪ですけども、しっかりとやってくれることを期待します。はい。で、旗手選手はやっぱユーティリティ性がすごくあるので、そういう意味でやっぱ代表、オリンピック代表は18人しか選ばれないので、やっぱ怪我せずこのパフォーマンス続ければ間違いなく選ばれると思うので、あとはやっぱ川崎ユースの板倉浩選手と三好浩二選手、はい、この2人もやっぱり海外で揉まれて、で代表でも出てますしね、結構ちょくちょく、なので非常に期待したいと思います。はい、ということでこの5人期待したいと思います。まあ、代表の試合の振り返りも、まあ川崎の選手のことほぼ話すと思いますけど、そちらの方も動画撮りたいなと思っているので、はい、その動画も見ていただきたいなと思います。はい、ということで今回は以上になります。最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の動画もよろしくお願いします。ありがとうございました。